はい、どうも。ルーでございます。久しぶりにね、フェイトグランドオーダーで引きたいガチャが来ましたので、ちょっと引いていこうかなと思います。このアルトリアペンドラゴンのルーラーと、沖田総司の、この SR、めっちゃ欲しいなって思いました。で、これなんだ、横型スマホなのになんかちょっと形が悪いな。よっ、そうですな。はい、青春石を1562あって、呼び札は、30枚あります。なので出てほしいです。うん、前回引いたのが最後に引いたのが何だろう。ちょっと待って、サスケ、ちょっと黙ってくんね。なんでこれツイッター出んの。まあいいや、ツイッターはねプライベートの人とは関わってないので、駅一覧で多分これだな。ムーンキャンサー BB、メアリティ順にする。あとは、あ、ちょっと待って、カリカニューになってる、モードレッドが。あとは多分レベル1だと思うんだけど、鈴鹿御前、この辺かな。まあ本当これはこの藤野が当たった時は泣いて喜びましたけどね。あ、いたっけな。あ、いないか。なんかフォローされた、ありがとうございます。正直言ってフェイトはオートの戦闘ができないからなかなかちょっとうまくできてない感じなので、しょぼいです、許してください。でも石貯めてガチャ引くってことが楽しいと思ってるんで、さあ行きますか。呼び札30枚と、今まででもね全部石を使い切ったことはないですね。これだって3515だから500連引けるってことだよね。500連でしょ、さすがに出るっしょ。1% だよね、確か。確か 1% だよね。そうだよね。100連で1体出る可能性があるっていうことだから。で、いきます。ごめんなさいね。ちょっと時間かかると思うけど。時間かかるから飛ばすか。ちょっとこれ飛ばしすぎだろ。もう誰か見せてくれよ。サーバー、ファイヤー、小切るね。腐るほど持ってるわ。大体持ってるけどね、なんか星3ぐらいのやつだったら。最初からいるんでね、持ってて当然って俺は思ってます。持ってない人申し訳ありません。おー、ありがとうございます。これ持ってないかも、リリーさんのジェントルメン。あれ持ってるのかな、見覚えがない。
あれこれ単発だと持ってる持ってないとか関係なくそのままで終わったライダーアレクサンダー、はい、最初頑張って手に入れるやつ。この子には花の教会イベントで本当お世話になりました。邪魔くさかったね。青年を多分持ってる。ガイオスね、カリカエサル、なんでカエサルこんな風にされてしまったのかはちょっと、まあ置いといて、ね、カジノキャメロットのオーナーにして無敗のディーラーアルトリア・ルーラー限界しました。ああ、いえ、霊気を少し変えましたが元はランサーのアルトリア・ペンドラゴンです。はい、夏の装いです。いや、酒がうまい。それで実はウサギの紛争なのですがお分かりですか？気づきませんでしたよ、可愛い子ちゃん。ロイヤルバーに、自身の NP を増やす、回復状態を増やす。一ターン後に、自身の攻撃力を、アップする状態を付与。ロイヤルカード、霊気再臨、再臨を1ランク突破すると覚える。そっか、この辺は分かんないけど。クラススキル、タイマリオ、自身の弱体耐性をアップ、自身のアーツカードの性能をアップ、水着健康の心得、何なんだこれ、自身の、復刻剣山、ラスベガス無前試合、水色剣豪七色勝負、ライト版において、あ、今やってるイベントとるのかな、能力が上がるということですね。あ、この俺
はね、大群宝具が好きなんですよ。全体攻撃はね、やっぱいい。自身のクイックカード性能も、アップ。オーバーチャージで効果アップ。アーツカードの性能アップ。オーバーチャージで効果アップ。バーストカード性能アップ。オーバーチャージで効果アップ。敵全体の強力な防御力無視攻撃。自身の MP をリチャージする。リチャージっていうとマックスまで回復するってこと？やばくね？しかもバスター2枚持ってるし、これやばい、これ強よ。やっぱりカワスミ早くね、素晴らしいわ。じゃあせっかくなんでもうちょっと引いていきましょうか。呼び札だけ全部使っていこう。いや、まさかまさかね、そんな早く終わってしまうとは。誰が予想しただろうか。なんかね、よくわかんないけどフェイトグランドオーダーの秘密読んで、ね、お、金だ。もしかして、もしかしてセイバー。あー、セイバー、あれ、アサシンだったんだ。起きた前奏時、あ、もうコンプリートですわ、コンプリートですわ。やば、超低評価。だってフェイトにね、30万をかけてる方がいらっしゃるのに、これはただの呼び札で1回だけだね、したことあるの。やばいわ、フェイトやってる人からは殺されるかもしれないね。俺の友人のフェイトやってる人からは。あ、死んだ。ラーマ持ってない。あれだ。落とす。あ、そうだ、持ってないから。サーバント、セイバー、偉大なるコサラの王、ラーマだ。大丈夫だ。世に全て任せるがいい。いいっすな、いいっすな。ほんとこのゲーム星4以上のサーバントの評価すごい高いな。まあ本当に見ていたらね、発明が起きるのかな。いやー、マジ泣きそう。記憶違いだったら申し訳ありません。ですね。
ちくわピーカーできましたね。星5だ、優雅たる。まさかね、呼び札30枚で終わるとはね、誰が予想したか。周回にいいって聞いたんで頑張って育ててはいたんですけど、やっぱりね途中でうーんってなっちゃいました。あとはやっぱりこれカリカミューですけど、モードレッドめっちゃ欲しいですね。これいつからカリカミューなんだろう。いやマジか、マジ嬉しい。確かね、俺この謎のヒロイン X か、BB だったかな、2枚引いたんだよ。あっね、これありがとうございます。というわけで、この辺で終了したいと思います。もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではお疲れ様でした。バイバイ。